皆さんこんにちは、姿勢矯正士の田中京子です。 Hey guys, 一度皆さんこんにちは、指導です。睡眠の質を上げて生産性を上げましょう。いい睡眠とれてますか？朝気持ちよく目が覚めますか？起きてすぐに今日一日頑張ろうとスイッチ入れますか？まあまあ寝てるはずなのに寝足りない、体の疲れが取れていない、朝食欲がない、今日一日の仕事のことを考えると憂鬱だ、そういった方は睡眠の質が悪いかもしれません。寝ているうちに体の疲れだけじゃなくて、この内臓の疲れとか神経的なもの疲れであるとか、もやもやしていた不安とかイラつきとか、そういったものまでがこうリセットされるのが良い睡眠です。睡眠の質を高めれば、前日までの疲れを翌日に持ち越さないということができます。僕はなんとか皆さんの生産性を上げて差し上げたい。そこで今日は睡眠の質を上げるための指導者サイズ5つご紹介します。この5つの指導者サイズというものは、寝る前に行うものです。寝るための準備運動みたいな感じです。寝るというのは自律神経の働きです。この自律神経というのは体のオンオフを司る神経です。自律神経には2つあって、交感神経と副交感神経があります。体や精神のオンオフというのは、この交感神経と副交感神経の優劣のバランスによります。昼間起きているとき、覚醒しているときというのは、この交感神経がぐーっと強くなって、副交感神経は弱くなっている状態です。で、寝ているときというのは、この副交感神経が上がって、交感神経が弱まっている状態。この神経の切り替わりによって、ガッと活動するとき、ガッと回復するときというふうに切り替えます。理想的には昼間、交感神経がぐーっと上がって、体スイッチオン。そして寝るときは体オフ。副交感神経に切り替わる、この大きな波を作るのが理想的です。ところが人によっては、この波がこの辺りをずっと漂っていたり、ぐわーっと交感神経オンマックス入るけど、寝ている時は副交感神経が下まで下がりきらずに、このままぐーっとまた翌日上に上がっていく、こういう波を打つ人もいます。体が寝たふりをしているだけで、実際には回復が行われていない。体の回復が行われていないままで次の1日を迎える。で、今回ご紹介する5つの指導者サイズというものは、それぞれ特色があって、この自律神経のオンオフのスイッチの切り替わりをしやすくさせるためのものであったり、寝返りを打ちやすくするための準備運動だったりします。うっかり一晩リビングのソファで寝てしまったことありますか？ありますよね。朝起きた時に、うわやってもうたーと思って、体のあちこちが痛い、しんどい。でそれだけじゃなくて、明らかにこう内臓系の疲れが取れていないとか、たまにこういう人がいるんです。私寝る時気をつけのまんまで寝て、朝起きた時もそのままで寝てるんです。これはすごくお行儀がいいですけど、本当は寝る時にゴロ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 あっち向いたりこっち向いたり、寝返りを打って寝ながらストレッチをしたり、血流を促したりっていうことをしないといけません。寝てる時っていうのは、自分の体重がベッドに全部かかっているわけで、その反力というのがベッドから逆に押し返されている状態です。ずっと下から自分の体重分押されている。これを寝ている間に、睡眠が浅くなったタイミングで、この体がしんどいということに気づいて、それを逃がすために寝返りを打たないといけない。で、寝返りを打つ時に、体が疲れてバッキバキの状態のままで寝返りを打つという準備ができてなければ、寝返りを打とうと思った時に、これ打ちにくかったりすると途中で諦めちゃうんですね。そうすると体の一部分にずっと負荷がかかってたりとか、血流の悪い部分が一箇所できてしまったりとか、体の回復を阻害してしまうことになるので、ゴロゴロ自由に寝返りを打てるための準備運動というのはやっときましょう。今回お伝えする睡眠の質を上げる指導者サイズというものは、もう寝る直前でいいです。全部お風呂も入って、歯磨きも終わって、さあベッドに横になりました、この状態でできます。5分程度あれば全て終わるものなので、ぜひやってみてください。じゃあ早速1個目からご紹介していきましょう。はい、行ってみよう。じゃあまず1つ目やっていきましょう。呼吸と上半身の動きをつなげます。仰向けになりましょう。鼻から息を吸いながら両手を上げます。で吸い切ったら、今度は口から吐きながら両手を下ろしていきましょう。
息を吸うときは鼻からゆっくり目いっぱい吸います。で吐くときはストローを吸ってるみたいな口をすぼめてゆっくり細く吐きましょう。もう一回やっていきます。鼻から吸います。今度は手を上げたままでここでもう一回一呼吸しましょう。このまま吐きます。で吐いていった時に体の力が抜けていきながらベッドに背中が馴染んでいく感じがすると思います。今度また鼻から吸います。で吸ったら今度は口から吐きながら、この2回繰り返しただけで呼吸器とこの腕と腕の付け根の上肢体というものが全てつながって背中の力が抜けてベッドに自分の体が沈み込むように馴染むようになります。次、2つ目、今度は下半身を操作していきましょう。また仰向けになりましょう。足から体をねじっていきます。この上になっているお尻の部分から伸ばしていきましょう。じゃあ今度逆やります。このお尻にストレッチがかかりながらお尻が緩んでくるとこっちの体幹の方までねじれが楽になります。で戻す。で今度は股関節の内側をアプローチしましょう。足の裏同士くっつけて広げます。この辺りの鼠径部が伸びてきます。多少緩んでくるまでしばらく待ちましょう。OK。 この股関節周りの外側とか内側、この辺りに硬さが残ったまま寝てしまうと股関節の硬さのせいで腰の方、腰椎の痛みが寝てる間に出てしまいます。寝てる間の腰椎を解放するためにもこの股関節のシドササイズはやってみましょう。そして3つ目、腹式呼吸。寝てる時っていうのは副交感神経に切り替わって呼吸の仕方が腹式呼吸メインになります。大きくてゆったりとした長い呼吸になります。この腹式呼吸の準備運動をやりましょう。また仰向けになります。で最初の呼吸と同じように鼻から吸って口から吐きます。口から吐くときは口をすぼめてストローを加えているようなイメージでゆっくり長く吐きましょう。で腹式呼吸のポイントというのはお腹に空気が入るようなイメージ、実際にお腹に空気が入っているわけではないんですけどお腹が膨らむようなイメージで吸いましょう。鼻から吸います。で吸った時にお腹パンパンに膨らむはずです。そして口からゆっくり吐きましょう。でまた鼻から吸います。で口からゆっくり吐く。これも 2,3 回くらいでいいです。 2,3 回腹式呼吸の予行演習をすることで風船に伸びしろを作ったような感じになります。横隔膜の動きとともにこの腹壁の伸び縮みがしやすくなります。次、4つ目、足の指です。昼間足の指が窮屈な思いをしていると寝た時に体がなかなか解放されません。あと足の指が歪んでしまっていることで足裏とか足の指とかふくらはぎが寝ているうちにつってしまったりします。それを予防するために足の指を動かしましょう。足の指をまとめて持って上下に大きく動かしましょう。上、下、上、下、できるだけこの大きな R を描くように動かしましょう。逆も
OK。OK。そして最後5つ目、目です。副交感神経に切り替わりやすくするために、目、眼球からの入力というものを行います。これもすごく簡単で、眼球を上下の動きをさせます。ただそれだけです。上を見て、下を見て、上、下、上、下、上、下。眼球にこの上下の入力をすることで副交感神経に切り替わりやすくなります。これは寝るとき仰向けでやってもいいし、目をつぶっててもいいです。目をつぶったままで眼球を上下上下に繰り返す、これも10回以下でいいです。これは特に寝つきの悪い人におすすめです。さあ、睡眠の質を上げるシドササイズ5つご紹介しました。寝てる時って寝返りっていう運動をするんですね。だからその寝返りをするための準備運動が必要だと思ってください。実際に寝返りを打つ時ってこうやってまっすぐ横になる人っていないですよね。こうやってまっすぐ横になる人いないですよね。寝返りを打つ時って普通こうやって足から入れていったりとか、手でこっちにも体を持っていったりとかっていう風に効率よく体を動かすはずなんです。こうやったり、手足が先に来て体が後からついてくるという動きをします。この体の動きがバラバラになってしまっていると効率よく寝返りが打てないので、ぐんぐん体が動けるように寝る前に準備運動をしましょう。今回の睡眠のためのシドササイズで皆さんの生産性が上がりますように。そして前日のモヤモヤとか、なんか嫌なこととか不安とか、そういうのも睡眠でケロッと忘れて次の日よっしゃ頑張ろうなりますようにお祈りいたしております。また感想を聞かせてください。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。